こんにちは、快適アートです。今日はアートみたいなスイーツ作りではなく、スイーツみたいなアート作りをしていきたいと思います。少し長めの動画になっていますが、まったり見ていっていただけると嬉しいです。使う絵の具はターナーの U35 というアクリル絵の具です。メディウム類も使っていきますので、簡単に使用感のレビューをしていきたいと思います。もうすぐバレンタインですので、今回はチョコレートをテーマに作っていきます。まずはチョコレートをふんだんに使った土台を作ります。ライトモデリングペーストにチョコの色を混ぜ込んでいきます。マシュマロみたいで、もうすでに美味しそうなペーストなんですが、これをチョコレートクリームにしていきます。このペーストはすごく軽いです。マットで少しテクスチャーがあって、乾くと弾力が出ます。大量に使っても絵が重たくならないのはいろいろ助かりますね。茶色系だけの絵の具でもチョコっぽい色にはなるんですが、意外とクリムソンという赤色を入れることで、かなり私の理想のチョコ色になりました。ハート型のキャンバスに塗っていきます。せっかくモデリングペーストを使っていますので、ヘラで凹凸感を出していきます。ちょっと端っこの方が下手なんですが、上に物を乗せていくので、まあいいでしょう。次はメディウムを使って、この土台にチョコレートソースを垂らしていきます。流動性がある絵の具を使う場合は、深さのある卵パックが便利です。ソースを作るためにストリンギングメディウムを使います。これは垂らして細い線を描く場合に使えるメディウムで、トロトロしています。絵の具を混ぜて使っていきますが、ちょっと間違えちゃったので、まずは失敗例をお見せします。どう失敗かというと、これは混ぜすぎです。納豆を混ぜる時と同じ勢いでやっちゃったのが大失敗でした。こんな風に混ぜすぎると気泡が多すぎて、これでは滑らかに垂らすことができません。別の絵の下地に使ってみましたが、乾いても気泡が消えず、たくさんの小さな穴が開きました。それはそれで表現にするならありかと思いますし、これはなんか陶器の表面風とかにできそうかなと思います。というわけで、作り直して滑らかなチョコソースを作っていきます。ちゃんとメディウムのパッケージに書いてある方法でやってみました。絵の具に少量ずつ混ぜながら加えていきます。めっちゃゆっくりです。これでも気泡がたまにできてしまいますが、まあ少しあっても問題ないと思います。少量作るなら、パレットの上でナイフで混ぜるとかも気泡が少なくなるように思いました。こうするとちゃんと長く絵の具が垂れます。かけていきます。手を動かすスピードや絵の具の傾け方で線の細さが変わります。案外長めに助走をしないと、最初の方はくにゃくにゃっとした線になってしまいました。結構勢いが大事ですね。
パネルの側面のチョコの垂れているところも補修して土台の完成です。乾かしたらこんな感じ。凹凸感があって2つのメディウムで質感も違います。次に上に乗せるチョコレートの飾りを作っていきます。ダイソーで買ったこの樹脂粘土を使います。かなり固めの粘土で手は汚れにくかったです。まずはこれでチョコでできたバラを作ってみたいと思います。粘土にアクリル絵の具を混ぜ込んでチョコレート色にしていきます。樹脂粘土は結構乾きやすいので湿ったクッキングペーパーとかに包んで保管しておくと扱いやすかったです。バラの花の中央側の小さい花びらから順に作っていきます。花びらの端はちょっとランダムになるように潰して形を作っています。こんな感じで丸めながら花びらの付け根側をつまむようにして固定して重ねていきます。花びら同士の間に隙間がある方がボリュームが出るのでナイフで調整していきます。どんどん重ねていきます。樹脂粘土の質感が本当にチョコっぽくて途中でカカオの香りの幻覚がしてくるような感じがしました。最後は根元を回しながらハサミで切って完成です。ちなみにこれは私が小学校の時にハマっていた練り消し遊びで習得したバラの作り方です。この粘土はちょうど固めの練り消しくらいで扱いやすかったです。大中小3つのバラを作りました。次はストロベリーとホワイトチョコのミックスのバラを作ります。ピンクの粘土とちょっと薄いクリーム色の粘土を作ります。2色の粘土を指やナイフで練り合わせてマーブルっぽくしていきながら花びらを作っていきます。ピンクが多い方を花の下側に来るようにしながら花を作っていきます。これめちゃくちゃ美味しそうな色ですよね。ホワイトチョコとの混ざり具合にこだわりました。こんな感じでチョコバラの完成です。余った粘土でチョコレートを作っていきます。まずはハートチョコ。後でコーティングしていきますが、粘土の色はコーティング後に近い色を選んでいます。そこら辺にある筆とかを使って造形しました。粘土はあんまりしたことないので、道具をまだ買っていなかったです。シンプルな形ほど難しかったりします。これはマーブルのチョコレート。これもめちゃくちゃ美味しそうにできました。くるむみたいにしてこう柄がいいところを見せて形を作っています。最後のチョコは何かのかけら入りです。ドライフルーツとかナッツみたいなものになるかなと思って作ってみました。半乾きの状態で竹串に刺しておきます。ストリンギングメディウムでチョコのコーティングを作っていきます。このメディウムはトロッとしていて乾くとツヤが出てくるのでコーティングにぴったりです。ラズベリー味が好きなので紫っぽいピンク色を作ってみました。ピンクのチョコレートを浸していきます。
思ったより少量の絵の具で色がついたのでマーブル模様が消えてしまいましたが、最高に美味しそうです。ハートチョコはもっと赤い色を使っていきます。絵の具とは分かっていてもちょっとあれですね。ダイエット中の方はすいません。余ったメディウムをチョコバラにも塗ってみました。乾く前はちょっと白っぽいんですが、乾燥後は透明感が出てきます。ツヤが可愛くてチョコバラからアメバラに進化したみたいな感じです。そのままの色でツヤだけ出したいチョコレートは着色なしのメディウムだけを塗っていきます。こうやって1日以上乾燥させておきます。ちょっとチョコ以外のスイーツも作ってみました。ホイップ用の絞りとダイソーのこの粘土を使います。これはかなり軽い粘土でしっとりしていて、あまり手が汚れないので扱いやすかったです。クッキー色にしたら平たくして土台を作っていきます。これで四角い額縁型のクッキーを作ります。絞り袋に入れる粘土は水を加えて柔らかくしています。ホイップを絞って額縁を作っていきます。ちょっと粘土が硬かったので角が立たないんですけど、柔らかすぎるとちょっと失敗しちゃったので固めにしています。これもすごい美味しそうです。チョコのコーティングとクッキーを乾燥させてからそれぞれ着彩していきます。クッキーはアクリル絵の具で香ばしい色をつけていきます。ちょっと赤っぽい茶色にした方が美味しそうかなと思ってそうしました。普段は絵を描いていますが、絵の場合の色の決め方は結構全体のデザインの一部として考えて決めています。でも立体物になると途端にリアルな色をちゃんと乗せたくなるというか、そのものの色について考えるいい機会になると思いました。さらに美味しそうにするために絵の具を飛ばしてテクスチャーをつけます。サクサクして美味しそうになりました。額縁の中にはバラの花を描いてみました。メッセージとかでも可愛いと思います。チョコの方もデコレーションしていきます。卵パックのカップで垂らすと余りが出ちゃったので、今回の垂らすチョコレートソースは絞る形式にしてみましたが、これはこれでちょっと難しかったです。助走の揺らぎが止まらずにとんでもない長い助走をしてしまっています。細い線で垂らしたい場合でも器からゆっくり垂らして落とす方がまだ簡単な気がします。こっちのホワイトは絵の具多めで硬い状態にしています。
細かいところはちょっともちゃっとなってしまったんですが、まあまあ可愛く描けました。こちらのチョコには金箔を乗せてみました。細かくちぎってソフトジェルメディウムで接着します。出来上がったパーツはこんな感じです。粘土だし、絵の具だし、しかも絵皿に載ってますが、見てると食べたくなっちゃいます。盛り付けのシミュレーションをしていきます。クッキーは頑張って作ったんですけど、ちょっとでかすぎました。あってもいいんだけど、ない方がまとめやすかったので、今回はなしていきます。パーツ固定用のチョコホイップを作ります。これもめっちゃ美味しそうです。丸い形でクリームを出していきます。ハート型につながるようにホイップでデコレーションしていきます。粘土が柔らかいうちは整えることもできます。最後はアラザンっぽいネイルパーツでホイップを華やかにしていきます。このパーツは金属でできていて意外と重たかったです。ちょっとめり込ませて埋めています。こんな感じで完成です。初めて作った粘土作品の割にはかなりうまくできて満足しています。粘土ホイップはやや苦戦したんですが、他の人がちゃんとしたレシピを上げていると思うので、もしやる人はそれを参考にするのもいいと思います。今回使用したアクリルメディウムは平面絵画に質感や造形をいろいろプラスすることができるので、また絵の方でも使ってみたいなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。